まあちょっとだからまだまだね、どっちがどうという感じじゃないかなとは、うん、まあ、安定はしますけどね。うん、なんかこれ、うわ、リニア、まさかのリニア8個でかすぎる、すげえ、これはまずいな、ね、これはまずいぞでも6個ぐらい1が出るとかそういうことが起こり得る、そのミラクルな台数を見せていただければそれはそれで面白いですけどもあ、コアが 100% がありますね。これは美味しいですね。確かに。くるみ餅屋。はい。はい。よいしょ。2。ちょっと一回下に出よう。名古屋飯。ああ、味噌煮って。味噌煮美味しそう。なんかマウンテンないですね。それは某実店舗ですけど、まあそうですね。あれ買ったら何が起きるんだろうっていうのも。いや、話題はかっさらうんじゃないでしょうか、ね。まあ確かに。これは。マイナス、いやーどうしよっかね。まあ上に行ったり右に行ったりでお茶を濁すこともできますけれども、こちらカードが欲しい。引き換え券。おー、いいですね。引き換え券カード。ああ、なるほど、なるほど。おー。それでかい。そうですね。だから高いやつでも、ただでもらえちゃうっていうのは非常にでかい。そしてリニアが来る。リニアカード。さあ。まあ飛行機に乗っててリニアっていうのもよくわかる。ほら、3つ1が出る。いや、でもでかいよ。トータルで25ですよ、だって。何すか、25って。まあまあ、でも。7×4 で28だから、まあ若干少ないぐらい。まあでも、半分ぐらいな感じだから、まあね、だともうあそこですよ。ほら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 。ほら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 。目と鼻の先だ。そうですね。うん。ちょっと先まで行けば迂回もできるから、まあ非常に。なるほど。これで残り7マスかな？逆転したかな。うわ、しかもぶっ飛び周遊。なんかついてますね。ちょっとぶっ飛び周遊選べないでしょ。まあ、場所は選べないです。ただ、複数回使えるっていうのはでかいんですよ。天王寺。お？ヨーグルトケーキ屋。すごい魅力的な。さすがに、この二つかな。あー、いいですね。串カツ。あー、いいですね。いいですね。田中。なぜどんどん実名を言いたくなってしまう気持ちはわかるぐらい。ただ、ここは、そうね。まあ、世界観は違うかもしれないからね。ですからね。そうですね。まあ、いろんなね、お店ありますから。確かに。バッシュとかいましたしね。さあ、田中さんじゃないんだよね、社長。まさかの。どんどんぶっこんでくる。ぶっこんでくる。遠慮ないですね。なるほど。ここは。あ、でも。ここに行こう。高山。だいぶ目的地から遠くなりそうですけどね。ちょっと離れるかもですね。なんか。ここはちょっと物件が欲しいですよね。まあ、物件の魅力はでかいですよね。はい。ちょっと物件が欲しいんざます。なるほど。はい。焼き物屋は、物件だけなら、確かにさっきの飛騨が一番良さそう。飛騨高山か。高山、行ってきまーす。ケリーさん、お金あるんだ。そうなんですよね。今のうちに使えるうちに使っとかないといつなくなるかわかんない。確かに。ここら辺ですかね。まあ、確かに。まあ、利率はいいですよね。はい。お買い物終わりました。あと何です？ 7ですよ。効果も自分のなくてもな、自分でゴールしたもの。まあだから、その時は効果が発動しないっていう。もしそれが嫌なら、ここからちょっとぶっ飛びで遠くに行っていただいて、我々が伸ばっていただいて。あれ新幹線。ちょっとなんか、マジっすか、なんか、名前がダイスだからなんか、そういうことですか。働いてるんですよ。そんな補正能力があったんですね。まあ、ちょっと近づいてきますか。昔の桃鉄では、それこそベイスタとか名前を付けるとうんぬんみたいな話もなんかあった気がしますが、そういうのがあるのかな。隠れコマンド的な感じ。まあでもね、大体ね、やっぱりね、そう付けたくなって毎回それでやってた気はしますよ、私の場合は、ね。はい、1か、なかなか進まない。
進まないけど、なんかこう、あれ？よし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 、いいよいいよ、いいよいいよ、望みったよ。おう、また6か。ただ、どうなんでしょうね。遠いなぁ。こっちっすもんね。そっちですね。一回なんで近畿を通らないといけないの。ここはあえてゴールを目指さないで、それダメだ。貧乏神がつくリスクがそうなるからね。そうですね。ちょっと考えなければいけない。まあでも5年だから挽回するあれはあると思うけど。いやー、でも5年だからこそなんかこう、つまずくと結構リカバーきつそうな気もするんで、どっちだろうねっていう。ここはやっぱり。ああ、来た。特急周遊。おー。これはでかい。みんなカード運すごいなぁ。うん、ちょっといい感じになってきましたね。さあ、さあさあ。危ない。2。そして2。けど冬だから、あれなんですか。そうですね。赤マスがあるから、ちょっと、どうするか。あでも福知山は泊まれるのか。まあ2で済むから、まだなんとかってとこですかね。そうですね。あ、まあこっちか。確かに。温度線で。剣初じゃない自分買った。おお。あ、いや、バシッシーが。あ、そっか。非公認キャラ忘れてた。バシッシー。そして、ここでさ。これきついですね。これは厳しいか？マイナスは避けたいですね。確かにゴールは近くなるけど、冬の赤マスほど危険なものはないからこそ。それはどうしたもんかな。ナンバに泊まりますか。そして、たこ焼きか豚まんか、なかなかな選択肢ですね。この二つは悩みますね。たこ焼きでお願いします。え何のリクエスト豚まんもいいですけどね。いやー、でもどっちもいいなと。数字のやつです。なぜちょいちょい、うん、でもまあ、なんか、関西とか大阪ってこっちを買いたくなって気がしますね。確かにね。いや、いいです、ね。問題はこの現金が今ね。冬場のその現金はちょっと大変そう。あまあ、赤マスには泊まれないよねっていう感じになっちゃいましたね。うんうんうん、まあ、1000万でも無理なんですけどね。ぶっ飛びじゃなくていいですか？ぶっ飛びなんですよ。ここでぶっ飛ぶなんですよ。5個なんでね、さすがに一発はないんで、ただ近づくよ。近づいて。お、いいですね。まあまあまあ、いいんじゃないですか。まあまあ、いいんじゃないですか。もうそれくらいで勘弁したるわ、みたいな。とにかくね、まず B にならないことっていうのがね、そろそろ大切になってきてると思うんで、ね。さて、そっからどうするかなんだけど、でもそっかつけないんだな。これ以上近づけないと。神戸もありますか、ね、神戸はね、多分何も買えないですね。買えないは買えないですけどね。だったらちょっとここに、ちょっとカードにします。ありですね。ちょっと。よしよしよし、いいよ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 。なんか今、ルーレット見てると、案外その移動系多いですよね。なんか多かったですね、今見たら。確かに。全体的にそうなのかな。一年でどこにもつかないのはまずいってコンピューターが勝手に判断すごいですね。最新版は忖度がいろんなところで働いているのが。よいしょ！3個なら、だいぶそこら辺が団子になってきましたね。そうですね。一旦お伝えをしたいんですが、円マークがキラキラしてる上のマス。はい。はい。あれは、買い占め。そうですね。独占でいきます。おー！参考までにお伝えしますが、まあ、あそこだったら独占はできるよ。ただ、まあ、ちょっと場所が場所なんで、そっちまで行くかどうかとかですかね。まあ、若干遠いですからね。で、独占すると、3月の決算ですね。その時の収益が倍になります。あ、そうなんですね。はい。なんで、独占できると確かにでかいはでかいです。わお。ああ、なるほど。でかい。なんか一番安いところでも1000万は入りますよと。ああ。いやー、でもこれはでかいですね。これは二世代前ぐらい。確かにね。いましたね。地名です。地名です。まあでも就任した時話題になりましたよね。まあね。確かにそれはそう。そりゃそうなる。あすごい。まだまだつかない。まだつかない。特価一個。ほほう。これはおそらく所持金だったっけな、その、他の社長さんと国会で来た。場所だったかな。
そしてどこにもつかん、誰もつかないまま1年が終わっていくっていう。まあちょっとその可能性ありますね、この調子だと。まあ。そうなんですね。まあまだ1年目ですからね。まあまあ。ですからね。なるほど。他行ったら、ね。新幹線の準備する。いや、ここは使わないとだって、さすがにさ。もう完全に抜けだけ。いけるんじゃない？いけるんじゃない？いけるんじゃない？ついてますね。よし、来た！光ってますね。行きます！あなんてかった、まあ、この辺はなんか迂回路がいっぱいありそうですからね。確かに。よかったいや、多分見てる視聴者さん的には一番面白くないって言って。いや、そんなことない、そんなことない。いやいや、ここはね、そう、ここはまずやっぱりちゃんとね、そう。ね、お殿様がいらっしゃいますからね。ああ、うん、さりげなく持っていく、この、うん、このってやつですよ。まあでもよかったですね。お殿様、使わせて、生かす機会があってですね。カードは生かせるのはいいことですね。そうですね。なるほど。はい、そして、ビンボガミが、私です。ケンティさん。一番遠かったですね。そうですね。まあ、オバマ行っちゃいましたからね。買い占めしたのが、果たして吉と出るのか、凶と出るのか。確かに。そして、このギリギリね、見えないラインでこう、近づいてくるっていう。確かに。じらしプレイですね。さあ、来ましたよ。貧乏神。まあでもね、目的地がどこになるかっていうのがね、本当ですからね。はい、そうですね。ここから北海道になる可能性もありますからね。そうですね。ここら辺になるか。高松近いです。近い。近いっすね。ちょっと南に下る感じではありますが、ってなると、貧乏神も近くに来ますよということを考えてですね。なるほど。使ってしまったが月ですね。東風地区はって気になる。ピンクカレーもなかなか、すごいと思いますけどね。ちょっと買いすぎるとちょっとまだ冬なんでね、じゃあ怖いんですが、でもなんかどっちも気になるからどっちも買っておこう。確かに気になりますね。はい。さあ、ケンティさん。全力で近づいていくやつ。そうなりますよ、ね。があるんですよね。そう。そら近づきますよ。そしてでかいんですよ。さっきもそうですけど。あれ、あ、でも回収できますよ。あそこ回収できますよ。あそこ回収。そんな魅力はね。そんな魅力はね。さすがに到着は無理ですけれども。でも、明石につけるんで、相当近い。なるほど。淡路島経由のルートも今あるんで、でかいですね。だけど、誰にもくっつけずにここに。あ、ただ、人の上を通り過ぎるだけで、貧乏神をなすりつけることはできます。そこだと青い電車を通過するんじゃないですか？見た目だけですけど。まあ、おそらくそうですね。よし、明石行きます。明石たこ焼きはそこダメだー。あれ？あ、そっちルートなんだ。あ、そっか、上から来てたか。なるほど。問題は私が通りたくないんですよね。いや、全員通れないのぞ。確かに。通れなくはないけれども、通りたくないんですよね。あー、どうしようかな。結果的になんかここは買うべきだな。すごく、なんだろう、効果的な確かに一手になってる気がする。通れない。本当めんどくさい一手になってしまいましたね。なんか問題。そうですね。そうですね。クイズ系の。ああ。うわ、苦手なやつ。まるまる。三大なんちゃら。温泉。温泉？なるほど。これは、静岡県の、あそこじゃないですか？大分県の別府で、白浜は？さあ、さあ、白浜はどこでしょうか？白浜？白浜はどこだ？そう、ここだ！ああ南紀白浜。申し訳ない。530万も減ってしまった。お金は今、大輔さんが一番持ってるんじゃないですか、ね、多分一番持ってますね。でもここみんな買い物で。そうね。あれ？あ、ちょっと待って、つく？多分つくんじゃないですか？この。つく！つくね。マスが多すぎるから、いろんな迂回路があるんだと思うんですよ。ああ、そういうことっすね。早い。早いっすね。まあ、ゴールも近かったっすからね。まあ、確かに。おー。謎の2周。こう2周して。ふぅっ！はいはいはい。すげえ。マスの無駄遣い。何にも痛い思いをせずに、あれが外れるって。貧乏神が外れるっていう、この。確かに、ちょっと一回お金取られたぐらいです。けど、誰になるんだ？高見さんじゃないですか。嘘でしょ？私のちょっと。マジかよ、もう早いって。あ、もう、もらえるものはもらった方がいいよね。いらない、いらない、絶対いらない、絶対いらない。ちょっと待ってよ。さあ、どこになりますか？養ってあげてください。いや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 。
十分可愛がっといたんで。おかしか近いなどういうことなの？その辺だけで回ってる感じ、ね、最高の1回でつきますよ。超短期決戦ですよ、これ。あー、なるほどね。あー、いいですね。サヌキうどん食べたい。あー、でも骨付き鳥がね、いいですね。あれうまいですね。そうっすねおまあ、そこは買いますよね。うん、もうちょっと余裕、ちょっと持ってますね。お金持ってますね。なるほど。そんなにお金持ってていいですか？現金たくさん持ってると危険ですよ。そうですよ。どうせ取られたって、取り返こするから、ね。誰かが溜まってきたら。じゃあ、それは持っといた方がいいです。一応近づいておきますか。うん、ぶっ飛び、結構ぶっ飛び系が増えてきたな。ただね、8。8ですよ、タカピーさん。ただね、まあ、ぶっ飛ぶしかないっすね。ぶっ飛ぶ。いやいや、ここで。よいしょ。にか。おまあ、サイコロ1個しかないにはなりますよ、ね。ちょっと貧乏感丸出しないでよ。よしよしよし、いいよ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 。ここまではいいよ。で、何かあ、まあ、いいんじゃないそうですね。もうこれ以外ないぐらいの、なんか、優しいやつですね、まあ。別に被害額としては大きくはないですからね。うわぁ、さすがに一発ではつかないですね。はい、よし、ここは物件行こう。アコー。アコー同士のアコーか。出ました、中心蔵グッズ。ここはいいですね。100% いいですね。まあ、冬になるとなんかやりますからね。しかも3月っていうのはいいですね。1000万丸々入ってる。あ、なるほど。岡山まで4マスなの。あれついちゃった連続ですね。いや、これは行かない方がいいんじゃないもうちょっと、ゆっくり旅を楽しむ。これはどういうことなんだ。いやー、よくない。これは、やっぱこれは名前補正ありますね。あの、やっぱダイス社長が。はい。まあ、実質3連続ですからね。はい。お殿様あったんで。ああ、そうだ。そうだ。ガチのお殿様じゃないですか。本当。ここでこのヘイトを貯めるだけ貯めるのが一番よろしくないパターン。いや、仕方ないですよ、これは。またこっちか。もうね、養ってあげるっていう。いや、いらない。さあ、次はどこだ。お願いしますよ。さあ、どこだ。え、あれこっちか。なんでこの界隈で済ませようとするんでしょう。やっぱ、これ、補正かかってます。西に集中しまくってる。あ、じゃあね、西にお金落とせってことですか。あー、なるほど。低いなぁ。まあ、農林向けはどうしても低いんですよね。農林系は低いけど、その貧乏神とかに売られるっていうことがないから、そういう意味でのメリットはあるんですよね。うん、そうですね。おー、なるほど。というわけで、決算でございます。来ましたね。ここで決算ですよ。最後の最後でまた目的地についてるから、かなり変動はあったんじゃないかなと思うんですが。まあ、ただ、みんなね、マイナスをしてないっていう終わり方を。うん、そうですね、まだなんか、すごく平和な。ああ、なるほど。あ、そっか。あれか。買い占めがありましたね。そうだ。でかい。やっぱ独占がでかいんですね。でかいっすね。はい。で、まあまあ、でも、まあ問題はこっちですからね。まあ。いや、でも。まあ私が少ないのは、ねえ、止まってなかったんでわかりますけど、ね。まあ、まだそこまで差がついてないですね。はい。はい、いや、大輔さんのグラフの高さがやばいです。まあまあ、カクンってなってますね。はい、まあ、ここからゲームはインフレしていきますんでね、これがどうなるか。おそうですね。まあ、まずは大輔さんをいかに超えられるかっていうことを目指していく2年目っていう感じ。そういうことになりますね。はい。目指せ大輔さん。で、残り4マス。4! 何ですか、4マスって。